りなです。ひめかです。ピンクラテティー B 始まるよ。イエーイ。はい、今日はキラチャレっていうイベントがあって、まあそこに名古屋ロケとか重なって2泊3日私はお泊まり、ひなは1泊2日だよ。ひめゆなでお泊まりなんですけど、本当に可愛いんですよ。可愛いの。とにかくちょっと映ってないんですけど、全体的に水色と白で、あのカメラを置いてる台も水色だし、水色っていうかミントグリーンみたいな。そう、ちょっとね、ちょっと待ってくださいねプリンセスルームみたいな感じで、ゴミ箱ミントグリーンですよね。ティッシュミントグリーンですよね。カーテンも映んない。あ、カーテンも水色なの。あなんか甘い感じのね。壁は上ら辺が白で、半分に分かれ、切り返し半分に分かれてるんですなんか、しめかちゃん、あー、なんか再生回数伸ばそうと必死で下で見て、ミントグリーンということで、今日の企画はスーツケースの中身紹介です。イエーイ。じゃあ、ひめかからやってきます。楽しみですね、先輩ひめかさんアリアと前紹介したやつなんですけど、その通り黒です。このロゴのところには韓国のお土産でもらったひめかって書いてあるシールです。服です。3日分入ってます。服にはピン止めだったりヘアゴムだったりとか、アクセサリーとかも入ってますどこがお土産靴です。グレイルです。私がハマってる、グレイルだよね、多分かもしれないけど、グレールに全く同じのがあります。ヒールがちょっと低かったと思うけど、こういうやつです。そしたらじゃあこれです。前もお泊まりの時に持ってってるって紹介したんですけど、で中身が本当におすすめしたいです。この日焼け止めプールに入っても取れないんです。今日もちょっとやったんですけど、この日焼け止めはちょっと紫がかってて、下地効果はないんですけど、塗ったらちょっとなんか色白に見えるのでお気に入りです。見た目も可愛いしね。しかもこれ、ひめかが買った時よりね、安く別の場所で売ってたどうでもいいよ私は家ではボディークリームとかをつけるんですけど、荷物を最小限にしたいので、お泊まりの時は化粧水でも、今日は珍しくおパック、ピズのおパックです。おパック、おパックです。これは花粉症の薬が入ってます。あとは、まあ、ざっと紹介すると、まあ、虫よけだったりとか、洗顔料とかケープとか歯磨きとか、そんな感じです。もう憧れのイグジットさんを今から真似してきたり、喋り方ポンポン。ということで、今日紹介していくのはメイクポーチです。チャラということで、私はメイクポーチと普段使いのポーチの中身をバッて一緒にしちゃって、櫛も汗拭きシートも鏡とかも全部メイクポーチにバッて入れちゃいました。鏡2つ持ってきてて、なんでかって言ったら、今日ゆなちゃんと一緒じゃないですか。だから普段持ってこないゆなゆなとお揃いの、お揃いの来ました。エレピストレートアイロンだよ。ストレートアイロン折りたたみ傘だよ。今日のお菓子、これさ、タピオカグミってどう思う？だってこの部屋と合ってる。合ってない？このデザイン合ってるよね。この部屋と合ってるよね。この辺とかに飾っておく。飾っておく。見えないし。あ、ちょっと待って、ポーチもう一個ありました。ほどけてる。もういいよ。必死なんですよ。大阪に負けたくなくて。なんかアリアたちとどっちが伸びるかって勝負してるんですよ。だからもう負けず嫌いの姫かは必死なんですよ。ネジやっぱ戻そう。ジルシチュアートです。こんなキャラだけどジルシチュアート好きなんです。許してって。お上品なジルシチュアート好きなんです。この性格でもごめん、つぼっちゃったよな。ウユクリームです。なんか色が黒いんですよ。だからウユクリームで白くしたいな。はい、お水です。ありがとう。香水はこれはネオちゃんと一緒なんです。12歳の誕生日にもらったんですけど、去年なんですけど、もう見て、これしか減ってない。なんでだと思うの？
週2のペースでその2回の度2プッシュしか使ってないの。大事なの、本当にいい匂いでしょ。面白い匂いしたでしょ。面白い、いい匂い。リップも香水と同じ匂いなの。あ、ごめんね、これもジルスチュアート。ジルスチュアート好きなの。あ、逆だった。そう、ジルスチュアート好きなの、許して。ごめんね、なんかいっぱいジルスチュアート持ってきちゃって。これは買いました。ほら、香水と同じ匂いするでしょ。面白い匂いだったかな、なんかつぼっちゃったみたい、ジルスチュアートに。なんかね、本当にごめんね、ジルスチュアートの鏡持ってきちゃって。で、ここにはパールがついてます。ちょっとピンとピンと合わないよ。リップスクラブ、お風呂の前にするリップ洗顔みたいなやつと爪の美容液です。もう2枚爪が最近なくなってきました。これは顔とか洗う、さっきホテル あのロビーに置いてあったんです。モバイルバッテリーとかイヤホンとか充電器とか入ってます。キーホルダー、え、なんか1個取れてるんだけど、キーホルダー、最悪。まあ、あるでしょうということで、以上ということで、ゆたちゃん。はい、ゆなです。どう、え、真面目にやって、真面目にやって。ねえ、真面目にやってよ。動画も回ってるから。じゃあゆな真面目にやります。ゆなは結構ピンクの可愛いね、これ。そう、あの一目惚れして買ったやつです。シンプルだけど可愛い、うんうんうん、イエスです。なんかリカちゃんが持ってそうですね。あ、リカちゃんっぽいね。リカちゃん。ちょっと積もった。うん。あ、で、こっち側にはキラチャルの衣装が2日分入っております。で、まずこれが下着とかを入れてる袋で、開けた時にこれ下着だなって、中が見えないようにこういう袋に入れてます。この袋もね、めっちゃ可愛くて、もう可愛いんです。えらいね、えら、透明のビニール袋にしてるダメか。あ、でもその透明のビニール袋を白いビニール袋に入れて、普通に一括で白い袋に入れるのか。あ、それは服だから、ちゃんと分かって、そういう子。可愛いパターン紹介しない。次にパジャマです。かわいいよね、シルク。あの、これはユナが大好きないちご柄がめっちゃ描いてあるパジャマです。こんな感じです。そうで、このアイマスクも同じ柄でかわいよくなっております。かわいい、アイマスクつけてね。うん、次お風呂セットです。これ、あ、さっきの、これがシャンプー、ピタのトリートメントと、これがコンディショナー、トリートメントの後にやるやつで、ボディーソープ、体の、まあ、分かるか、可愛いね。で、体のね、泡立てて体にこうやってやるやつ、これはコンビニに売ってます。一応この化粧、お化粧落とすシートあります。はい、で、次こっちがスキンケアセットです。とクレンジングジェルと洗顔のクリームとか化粧水と乳液入ってる、めっちゃ お得なやつです。これもコンビニで売ってました。新しいやつじゃ良い。で、これがカラコンのセットです。新品だ。これが歯磨き、歯ブラシか、歯ブラシです。新品、新品じゃない、これめっちゃ曇ってるから。新品の、一応ここに糸ようじ入ってます。で、次メイクポーチです。私、糸ようじ大好きなの。本当に、え、違う、これ聞いて、本当に大好きなの。お父さんも毎日やってんの、糸ようじ。本当にしない日ないの。家に糸ようじなくても無理やり探して糸ようじ絶対するの。ほんと、糸ようじしてからお父さん虫歯になったことないの。あ、ごめん、なんか静かに落ちて、ごめんね、なんか空気悪くしちゃって、お腹痛い。はい、これがメイクポーチです。ね、姫香ちゃんとおさめのイレチのやつ。イエーイ、
色地なんで。そうです。紫と薄ピンクです。白、薄ピンクだ。いろいろと化粧のものが入っております。お泊りにさ、お揃いとか色地持ってくる。うん、気づくの。あげる、あげる、あげる。なんかさ、パジャマお揃いにしたくない？あしたい、あしたい、あしたい。Yes, fall in love。で、これがカシと洗い流さないヘアトリートメントでシュッシュッってやって、これで溶くとサラサラになります。で、これがですね、本当にめっちゃ溶きやすいやつで、絡まりやすいユナの髪の毛でも溶いた瞬間サラーってなるぐらい魔法の櫛なんですよ。で、ここに穴開いてるじゃないですか。だからドライヤーをしながらこうやって やることができるんです。後で貸して。いいよ、ありがとう。キーでもそれやめてたらすごい。以上です。はい、見てたか、うちらのうちらのスーツケース見てたか見てたこの動画挨拶にしてくれよもうぜひ参考にしてみてください。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくよろしくお願いします。